皆さん、こんにちは。ニーシーです。今日はですね、ジオコレのね、ジオーラマ素材、街路樹をね、開けてみたいと思います。これがね、食樹マスです。これが幹の部分です。これを、穴の真ん中に穴が開いてるんでね、これをただ差し込むだけ。ちょっと斜めってるけどね、これ接着剤で固めなきゃいけないのかな。そしたら街路樹を立てます。こんな感じでね、街路樹を最後に組み付けて、こういう感じになります。安定しないときは接着剤つけてくださいって書いてるんでね。まあ、安定しない場合は接着剤も使っていいということになります。街路樹は全部でね、8本入ってました。まあ、これでね、街路樹トンネルじゃないですけどね、街路樹トンネルにして車両を走らせたいと思います。ちょっとね、安定しない街路樹ではあるんですけどね、車両をね、走らせたいと思います。はい、ということでね、まあ、街路樹をね、ちょっと立ててみました。傾いちゃってんね。ちょっとね、下にセロテープ貼って、あ、ちょっとすいませんね。まあ、ちょっとね、接着剤のね、くっつけ方が下手だったんでね、ちょっと安定しないんですけどね、まあこういうのって、地べたにね、お座敷レイアウトには向いてないアクセサリーなんでね、まあでも、街路樹としてはね、いいんじゃないかなと。本格的にね、お座敷レイアウトじゃなくて、普通のレイアウトで接着剤つけて、本格的にビルとか作ってね、街路樹を置くっていう、そういう方にとってはね、まあいいアクセサリーなんじゃないかなと思います。お座敷レイアウトにはね、当然向いてないんですけどね、まあ街路樹はこういう感じということになります。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。以上、ニッシーでした。